ただきます。いただきます。飲み比べる？はい。いつものやろ？はい、これがいつものやつ。メーカーが違うってこと？そうじゃない。これジンロが出してる、これなんか韓国。で、これがニュー。これチョール、チョロム、チョロム。こちょがきついな、ちょっときついな、うん、こちょがあさり、うん、ほぼ一緒やな、うん、だけどつらいね、あいごう、うまい、うまい。じゃあ行くか、ノーマルから行く、うん、あおいしいや、もうティックにね、ハサミで切る、切るか、うん、あー、めっちゃ美味しそう、美味しそう、こんな感じ。お肉、豚肉なんで、しっかり焼こう、はい、うん、これ邪魔やろ、うん、どうですか、うん、食べるときもちょっと焼く、はい、うまい、全部うまい、こうコロ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 しながら、いいよ、いいよね、この大根、めっちゃ好きだったら美味しいよ、美味しいよね、やば、大根もうまいです、うまい、これ普通に、普通に比べてもダメだ、うまっ、あ、もう千枚漬け、うまっ、うまっ、あ、千枚漬けやん、普段も食べたわ、やばみー、うん、食べて、食べれる、うん、つけて、なんでそうでした、うまっ、うまいやろ、うまっ、韓国食べて美味しいなと思って、うん、うまい、めちゃくちゃうまい、うまい、チャレンジ来るってさ、面白いな、うん、これいいわ、しかも全然大丈夫やな、梅、面白い、美味しい、梅ってさ、あかんの、うん、好きな人は思うかもしれないけど、うん、もう超おすすめケランチに行くよ、はい、そのままだ、たっぷり、うまい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 、
だけでも美味しいな、このお肉。全然臭くない。全然臭くない。よかったな。うん、このタレうまっ。これほんまにみんなやってもらいいと思うよ、焼き豚とか、うん、もう年いったら焼き豚食べるこれやで。すごい美味しい。ほんと面白い。チキランチも混ぜるよ、ま、混ぜるな。次は次のやつ、次はこちらニンニク味いく、ガツンと、うん、魚とかのほうまっそう、これニンニクかな。これ食べたい。これはうまいと思うわ。これ食べて。そういう。味は？味ないで。え？うん、味ないで。うまい。うん。美味しいな。うん、こっちと、ここに行く、ここに行く、ニンニク、これニンニクの、ニンニク、ニンニク味。韓国で食べたカルメギサルと比べてどうですか？の方がうまい。何が違う？愛情。愛情なん？お肉の本当に言ったらあかんから。いいよ、全然それ言ったら、全然言ってたら、いや言ってあげて。こっちの方がお肉の質がいい。やっぱ違う。きたー。はい、これキランチングどうぞ。こんな感じ。これで混ぜると、ほら、もう全然、ケランチムよ、これ。どうぞ。どう？これ混ぜる、はい。この、ほら、ちょっとニンニクとか焦げてきたところ。めちゃくちゃうまい。はい。好きなニラと一緒にいきまーす。今これを見ていただいて美味しそうだなと思えば、ぜひこの後の調理動画見ていただければ、めちゃくちゃ簡単に作れるので、ぜひ最後までご覧ください。では作り方紹介していきます。まずはこちら、豚ハラミ、こちらはネットで購入しました。概要欄に参考の URL をつけておきます。はい、こちら開けるとこんな感じ、こんな長細い感じ。これが何本か入っています。でこちらをカットして焼いていきます。こんな感じで食べやすい大きさにカット。さらに焼くときに切りながら焼いていくので、そこまで小さくする必要はありません。もし欠陥があればここで取っておきます。一つはそのまま、もう一つの方にはニンニク、ごま油、軽く塩、はい、これでよく混ぜておきます。これで豚ハラミ2種類完成。はい、続いて韓国料理に欠かせないニラムチム作っていきます。でまずはニラ5センチ幅ぐらいにカットしておきます。粉唐辛子小さじ1杯、お好みです。あとは醤油でも小さじ1杯、水飴、オリゴ糖でも大丈夫です。お砂糖でも大丈夫、でも小さじ1杯入れます。はい、こちらをよく混ぜていきます。はい、こんな感じ完成。はい、続いてもう一つ欠かせないものといえばパチョリ、白ネギです。お肉と一緒に食べればうまいやつ。白髪ネギより太めにザクザクとカットしていきます。
でこちらボウルに入れて、またまた粉唐辛子粉唐辛子ばっかり使う、合わせず今日は簡単酢使います。これお砂糖が入っているので砂糖入れなくて済みます。と醤油同量、はい、もうお好みで酢足してください。僕はちょっと酸味がある方が好きなんで少し酢を足します。はい、パジョリ完成。はい、続いて簡単なケランチムいきます。卵3個、ここに牛のだしだを3分の1、小さじ3分の1、はい、水を 100cc、 はい、これでよくかき混ぜます。まあ、だしを入れれば日本の茶碗蒸し、今日はだしだを入れてより韓国風でいきます。なければ、昆布だしとか和風のだしでも大丈夫です。はい、ここに先ほどパジョリで使った白ネギ1本分、中身これを入れます。はい、あとはごま油とミックスチーズを用意して焼くだけ、完成。カルメギザルのタレを作っていきます。まず水大さじ3杯、はい、醤油も同量に大さじ3杯、合わせず大さじ2杯。韓国ではここに梅エキスを入れるんですが、日本ではなかなか手に入らないので、こちら梅酒、こちら梅酒大さじ2で、砂糖、今日は水飴でいきます。お砂糖大さじ1杯。はい、これは玉ねぎどんどんね追加しながらタレつけて食べていきます。大根のスライスに合わせずかけるだけ、はい、これもお肉と一緒に食べます。これで今日の調理はおしまい。今日の動画が参考になったと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは明日6時料理研究所で会いましょう。さよなら。作ってね。